こんばんは、始まりました、夜な夜な夜なごはん。はい、本日は5分でさっと炒めるだけ、男の明太豚焼きを作っていきます。ピリッと香る明太子と豚肉との旨味のダブルパンチで、とてもビールが進む一品になっています。それではサクサクっといきましょう。はい、それでは食材紹介からしていきます。まずメインの豚肉と明太子、そして今回ね、この炒める際に香り付けでお油、味付けはシンプルに塩コショウとニンニクね、こちらで作っていきます。最後にね、盛り付けの時に刻みネギを散らしていきます。次にね、明太子をほぐしていきます。はい、材料が揃ったので早速炒めていきます。おろしにんにくで、豚肉入れます。豚肉入れたらね、すぐに酒を入れます。味付けの塩コショウ、豚肉に火が入ってきたら豚肉を端に寄せて、明太子をここで炒めます。軽くね、ここで明太子の水分を飛ばすことがポイントです。お疲れ様です。はい、本日もね、こちら完成しました、男の明太豚焼き。それではね、早速いただいていきたいんですけど、本日のね、こちらの料理のお供のお酒はこちら、夜な夜なエール。もうね、まさに夜な夜な夜なごはんのためのビールといっても過言ではないですね。それでは早速いただきていきます。それでは今夜もカリー。うまっ、おいしい。とてもフルーティーで爽やかなんだけど、奥にね、苦味もあって本当においしいです。それでは、ね、料理もいただきます。うん、うまっ。ビールが進むね。ピリッとした明太子を豚肉の油がね、包み込んで口の中で爆発します。とても美味しいです。はい、本日もご視聴ありがとうございました。今回の料理ね、5分でサクッと簡単に作れる料理になってますので、ぜひ作ってみてください。それではね、サクサクっと高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。